舐められてる。まだ舐められてます。まだそれ。なんか最近舐められてんじゃないかと思って。まあそんだけピアスバッチバチにつけとったらそら舐められるわな。前回非言語系やったじゃないですか。やったな。構造的迫力検査のなあ、ちょっとテンション上がってたよ前。でも私にもできるかもしれないとかって言ってたよ。いやいや、まあそれはそうですよ。それは未来の話です。未来の話な、これからな。はい、頑張ってよこれ本当に。わかりました。わかったんですけど、ね、うん、言語系ならちょっともしかしたらできるかもしれない。はいはい、言語系な。吉原はちょっと言語系っぽいかもしれんな。国語だけ成績良かったんですよ。あ、マジ。はい、前回ちょっと教えましたが、構造的把握力検査って言語系、非言語系っていうのがあるって言ったよね。で、非言語系は計算が絡むでと。はい。どちら苦手なやつ。もう二度と見たくないです。見たくない。はい。いや、やんねんで、これ。あ、やります、やります。やってよ。はい、やります。頑張んねんで。はい、ごめんなさい。はい。はい、で、言語系は計算。思考のプロセスの中に計算絡まないやつ。やった。言語系なんですけど、学校の科目の中でもさ、はい、算数とか数学ってさ、答えが一つに決まるやん。決まりますね。決まるやん。もう山先生、それ大好き。もう思考回路が全然違います。全然違う。もう私決まらないのが大好き。あ、そうなの。で、逆に言ったら国語とかってさ、出題者の意図を組まないといけないような問題、はい、少し曖昧さを感じるような問題ってあるやん。ありますね。あるやんか。はい、で、このな違いがひょっとしたら非言語系と言語系の違いかもしれんな。なるほど。思考のプロセスに計算はないけれどもみたいな感じですか。そんな感じです。とりあえず問題やってみましょうよ。ちょっとやってみたいです。はい、じゃあ皆さん言語系の問題やってみたいと思います。はい、それでは吉原、はい、この本から、はい、1題見ようじゃない。はい、じゃじゃーんです。おー、はい、これあいうえお、それぞれ文章がありますよね。はい、はいはいはい、この文じっくり読んでみてくださいよ。はい、そしてですね、これ P、Q、2つのグループに分けてもらう問題です。2つのグループに分ける。はい、 P が2つ、はい、Q が3つ。この2つ3つにグループ分けして、はい、 P はどっちでしょうって問題です。 P はどっちでしょうどれとどれが P ですかって問題です。あ、はい、わかりました。本当に国語できるか。いや、ちょっと今分からなかった。オーラウンターになっちゃったじゃあ、ちょっと考えてごらん。はいはいはい、わかりました。うん、書きますね。あ、書いて書いて。雨が雪に変わりそうだ。あ、変化してますね。あ、そこな。そんなん書く気温がぐんぐん下がっている。ああ、これがあるからこの結果になったってことですよね。ああ、で、やるかも。足の豆が潰れてしまった。ああ、もう走ることは無理だ。ああ、これも結果ですよね。ちょっと待ってください。わからんくなった。わからんくなった。いやいや、ちょっと待ってください。一回、あたりに大きな音が鳴り響いた。ああ、花火た、これは変化してないです。うん、鳴り響いたから花火大会が始まったわけじゃないですよね。はあ、天候不調が続いている。野菜が値上がりしそうだ。はい、これも、うん、天あでも、ね、しそうだだから憶測なんですよ。ああ、憶測なんです。今こっちやってんで。いや、あのもうむちゃくちゃやで。憶測な、花火大会始まったのだ。バーン言うてんねんで。銃声かもしれないじゃないですか。あ、そういうこと。いや、わかんないですよ。でも最後は読ませてくださいよ。約束の時間に間に合わないかもしれない。バスが遅れている。これは逆ですよね。ああ、バスが遅れている、約束の時間に間に合わないかもしれない。ああ、はいはいはい。だから、うん、え、ちょっと待ってくださいね。うん、前後の文が原因と結果になってるっていうのは、うん、あ、い、おは絶対そうなんですよ。うん。うん、はい、はい、そこまで。どしたら、あいよが Q、 上が P。 はい、いいですか。どうですか吉原。はい、今回、はい、いいとこまで行った。いいとこまで行った。めちゃくちゃいいところまで行った。え、なんですか、なんかやばい。めちゃくちゃいいところまで行った。すごい。やだ、ちょっと皆さんね、吉原さん覚えとき、はい、覚えとき、この言葉、はい、この言葉ね、因果関係。はい、そうなんです。因果関係って言ったりするじゃないですか。はい、因は原因の因。はい、これがっていうのは果、結果の果ということなんですよ。はい、はい、ということでこの文章全部2文ずつあるんですけど、はい、どっちかが因でどっちかが果になってるんです。言ったことは合ってます、ね、合ってるやんな。でもそれが間違ってた。あ、でこの因果関係のここの間にはなんとかだから
みたいなことを入れてあげると分かりやすいかもね。はい、だから、あーやったら、雨が雪に変わりそうだから気温が下がるん？気温が下がるから雨が雪に変わるん？え、待って、間違えた。そうやろ？間違えた。そうやな。はい。あーは、これがいいんで、これがが。あ、じゃあ間違えてない。間違ってるやん、逆やん。これ、いいはどう？足の目が潰れしまったから走ることが無理。そう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 。これで、こうな。はい。オッケー。はい。はい、うー難しいね。山下先生、これ、う迷った。はい、どっち？え、どういうことですか？うん、どっちからどっち？こっちからどっち？あ、と思ったやろ？はい。花火大会が始まったから鳴り響いたと思ったやんか。はい。で、これ、実を言うと、逆やね。あたりに音が鳴り響いたから、花火大会が始まったと判断した。あ、そういうことか。そうやね。うわ、意地悪だな。意地悪やろ、これ。意地悪だな。たまにこういう引っ掛けもあるんですわ。あー。はい、これ、どう、ええわ。天候不調が続いているから野菜が値上がり。そうやんか、はい、入らそう。この矢印通り。バスが遅れているからこうやんな。なるほど。どっちも因果関係だけど、そうそう、因果の方向が違ったっていうことか。そういうこと、そういうことな。だからこれグルーピングしたらあーとおーがグループでした。 OK。 はい、いうえが Q のグループでした。悔しい。 B のグループはアーとオー。悔しい。悔しいなぁ。に入れない。いや、吉原のリベンジっていうことで、もう一問やってみようか、じゃあ。え、もう一問やってくれるんですか？いいよ。はい、それでは吉原。はい。またこちらの本より、同じ言語系の問題をですね。言語系。一問こちらへ。いや、さっきより文字数増えてますよ。めちゃめちゃ書くの大変やった。でも一緒でしょ。B2 つ、Q3 つ。そこしか一緒じゃない。さあ行こう。さあ行こうよ。わかりました。はい、行きまーす。行こう。はい、売り道して満開の雪料理の夢が駅で終わった約束の時間にはまだ余裕があったので。はい。待ってくださいね。ああ桜。ええ関係あんの？さっきので言うと、こうですよね。ああ。誘いを断ってまっすぐ帰宅した、ひいきのサッカーチームのテレビ中継を見るつもりだったので。ひいきのサッカーチームのテレビ中継があるから誘いを断ってます。おう、うんこも持ったり、いいよいいよ、うんこ持って旅行に開けた、いい旅先でゆっくり会うたり、いいよ、全然しょうかもしれない、いい、怖い怖い怖い。オートロックの部屋の中に鍵を置いてきてしまった。部屋を取るときにちょうど携帯長いよ。当店を使ってくれ、もっと。オートロックの部屋の中に鍵を置いてきてしまった。部屋を取るときに出るときにちょうど携帯が鳴って、相手の話に気が取られてしまった。いや、言えてへんから。あ、なるほど。おかしいおかしいおかしい。なんでおかしいな。絶対違う。おお、いいよいいよ。何で手分けして原稿を書くことにした。いいよ。迫っていたからでしょ。全部一緒じゃん。怖っ。え、じゃあ因果じゃないってことですか。ちょ待って、やばい。3人いるじゃないですか。はい、もうダメです。相手の、はい、終了でーす。なかなかね、難しい問題です。吉野もちゃんと聞いといて、説明するから。はい。さっきのは間違ってたってことですか。やんちゃんのもう、ふてくされんとってくれへん。わかりました。教えてください。ね、そういう、ちょっと素直さと謙虚さ大事やからさ。教えてください。はい。お願いします。はい、いきます。はい。はい、この文章、5つとも共通点があるんですよね。はい。はい、1つ目の文章がすべて結果です。はい。2つ目の文章をよく見てください。はい。はい。ほにゃららだからとか、ほにゃららなので、こうなったよ。はいはい、っていう、そういう文の構造になってるでしょ、はい、じゃあこの一つ目の文章は何かが起こったっていう結果なんだけど、二、はい、つ目の文章全部注目して、はい、約束の時間にはまだ余裕があったので、はい、ひいきのサッカーチームのテレビ中継を見るつもりだったので、はい、はい、旅先でゆっくり本を読むために、はい、はい、部屋を出るときになんとかかんとかな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 ので、はい、はい、論文提出の準備。わかった。どうぞ。あとおが一緒だ。いうえが一緒だ。ブブ。めちゃくちゃ、わかったわかった。もう今さっきの本当にもう何回も繰り返してほしいわ。わかったわかったわかった。答えいきます。ひいきのサッカーチームのテレビ中継を見るつもりだった旅先でゆっくり本を読むために、これが共通です。なぜかというと、この二つは目的になってるよね。テレビ中継見るっていうのと、ゆっくり本読むっていうのが目的になってる。
ほんまや。他見てごらん。ほんまや、はい。約束の時間にはまだ余裕があった。理由や、ただの。こう。ほんまや。こう。全部状況なんですよ。今、はい、アハ体験です。いいですか？一個一個の言葉だけとかそういうことじゃなくて、この中身を見て、あ、後ろが目的で結果につながっている、後ろが状況で結果につながっている。今言われたらもう、はい、こんなパターンの問題もあるんですよっていうことですよ。取り直しましょう。はい、ということでパート2では言語系の問題を解説してきましたよね。でも言語系面白いですね。いいでしょ、はい、言語系でもやっぱりいっぱい問題解くことがめちゃめちゃ重要ですよ。いっぱい解くことが重要って今分かりました。分かったよね。なんか脳の使い方って感じする。そうやね、はい、確かにパターンをね、これいっぱい解いたらパターン分かってくるやんか、はい、ね、このパターン分かってくることも大事だし、はい、経験値を積んで、あ、こんなパターンもある、こんなパターンもある、でも全く新しい問題でもそれを考えをこうじゃない、ああじゃないって活かせる練習をしておくと素晴らしく成長するよね。すると思います。頑張ってね、解いて解いて解いて解きまくって練習していってほしいと思います。はい、どちらも頑張れよ。舐められないように頑張ります。はい、それでは皆さん動画は以上になりますね。はい、頑張ってください。頑張ってください。それではさようなら。さようなら。